おっとっとっと、表出てきちゃった。いつもありがとうございます。手芸のロマンを探索する手芸所、サリーです。今回はこちらのセリアさんの刺し子用ミニ花布巾の伝統柄2図案入りの中から、この変わり米刺しという図案を刺し子していきたいと思います。で、こちらのセリアさんの刺し子用ミニ花布巾生地はサリンジャーのアッポンさんからプレゼントしていただきました。アッポンさん、ありがとうございます。そしてこちらのセリアさんの刺し子用ミニ花布巾や、あとホビーラホビーレさんでも刺し子をしていますので、刺し子の再生リストを作ってあります。概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。そしてチャンネル登録やいいね評価、コメントなどなど、いつも本当にありがとうございます。それでは早速チクチクしていきたいと思います。頑張っていきまーしょい。はい、じゃあ今回使っていくものが、このアッポンさんにいただいた変わり米刺しの布が1枚で、これをこの布巾の形にする動画はまた別の動画になります。概要欄の中に入っていますので、そちらも気になる方はチェックしてみてください。あと今回使う糸が、これもね、セリアさん縛りで今回は行こうかなと思います。このセリアさんの段染めの黄色とオレンジを使って、この黄色がこのね、額縁の部分と、あとここの十字の部分は黄色で刺して、あとの斜めのラインをこっちのオレンジで刺していきたいと思います。そしたらまずはこの黄色でこの額縁の部分を刺していきたいと思います。はい、じゃあ早速黄色で刺していこうと思うんですけど、サリーはここの端っこからじゃなくて、いつもここのね、真ん中ら辺からやっているので、まずはどうしようかな、ここら辺から始めようかなと思うので、ちょっと印つけといて、ここね、でここの今つけた印よりも少し先から出してきて、で今印をつけたところから針を出してきます。こんな感じね。ここから入るんだけど、すぐに出さずに布と布の間を通ってこっちから出してきています。そしたらこれこっちサイドから出してきてるので、まずは進行方向こっち向きに進んでいくように刺してあげます。この進行方向で進むのは1、2、3目、あ、なんかちょうど白っぽいところになっちゃった。ここの1、2、3目だけこう、ここから出してこっち方向に進んできてあげます。そしたらこれをかぶせ縫いしていくので、この今針を落としたすぐ隣から、このすぐ隣からまた針を出してきてあげて、で今進んだこっちとは逆の方向、こっち向きにどんどん進んでいきます。なのでちょっと持ち替えて、こっち向きにまた3目、今刺したところにかぶせるようにして1目2目3目かぶせてあげたら、ここね、ちょうど白くなっちゃった。1目2目3目かぶせてあげたら、こっから先はもう普通の並縫いをしていってあげます。ちなみにね、裏はこんな感じになってます。ここも白っぽいから見づらいんだけど、1目2目3目分裏まで貫通してて、でここが一番最初の部分になってます。じゃあ普通の並縫いでここの額縁の部分をぐるーっと刺していきたいと思います。はい、
じゃあこんな感じで角に来たらちょうど黄色のところだね。一回普通に落としてあげて、よいしょ、こんな感じね。そしたらまた同じところから出しちゃうと抜けちゃうので、少しずらしたところから出してきて、普通にこんな感じで、よいしょ、こう、こんな感じで波の絵をまた続けていってあげます。よかった、ちゃんと角のところ、ちょうど黄色のところになった。説明しやすかった。よし、じゃあ続きもやっていきたいと思います。はい、じゃあここまで来たら最後一目刺してあげるんですけど、このまま縦のラインを刺していきたいなと思って、縦の真ん中あたり、ここかな、ここの部分まで飛んで刺したいと思うので、最後の一針刺したら裏にそのまま通さずに布と布の間を移動させていって、でここの次刺したいところから出してきてあげます。こんな感じ、ここ刺したらこっちに出さずに布と布の間を通って、ここの真ん中あたりの縦ラインまで、こんな感じ、ここからここまで布と布の間を通って出してきました。そしたらまずはこの縦のラインをひたすら刺していきたいと思うので、ここから出してきたらこの続きで普通に波縫いをしていきます。でこの時はこんな感じで裏に通しちゃって大丈夫です。裏まで普通に通して波縫いをしていきます。はい、じゃあこんな感じで縦ラインがこう刺せたら、最後ここ最後の一目を刺したら、次こっち裏に出さずに布と布の間を通って隣の縦のラインにこんな感じで移動してあげます。こっちには出さずに布と布の間を通ってここに出てきている感じです。もう一回やりますね。そしたらここの最後の一目を刺したら、裏側に通さずに布と布の間を通って次の目のところから出してきてあげます。こんな感じ、これをまずはひたすらこの縦のラインで続けていきたいと思います。はい、そしたらこんな感じで縦のラインが全部刺せました。そしたら今度、今ねここの最後のところなんですけど、ここから入れて後ろ貫通させないで、これまでは次の列に移動してたんですけど、次はここの横のラインを刺していきたいので、ここからそのまま布と布の間を通ってこの横ラインに移動してあげます。裏は響かないように布と布の間を通ってあげます。そしたら次これをくるっと90度回転させてあげて、また同じように波縫いでチクチクと刺していってあげます。よいしょ、こんな感じ、うん、すごい可愛い感じになってるんじゃないかなと思います。じゃあ同じようにひたすらまたさっきのこの向きから見ると横のラインをずっと刺していきたいと思います。はい、じゃあこんな感じで横のラインもほとんど全部刺せました。こんな感じです。段染めのいいところって自分で糸を変えなくてもこんな風にちょっとグラデーションがかかっているので、なんて言うんだ、個体差というか、ちょっとずつ模様が変わっていくのが可愛いところかなと思います。
そしたら次オレンジの糸でこの斜めラインを刺していきたいので、一旦この黄色は終わりにしてあげます。ここの最後の部分を刺してあげたら、最初に始めた時にかぶせたのと同じようにすぐ隣からまた出してきてあげて、今刺したところを3目こうやってかぶせるように刺してあげたら、最後そのまますぐに裏に針を出すんじゃなくて、少し布と布の間を渡らせてあげて、こっちには出ないように布と布の間を通って、少し離れたところから糸を出してあげます。そしたら根元で切るんじゃなくて、少し糸を残した状態で残りの余分の糸を切ってあげます。で、糸が途中で終わって糸継ぎをする時も今のと同じような形で入れ替えてあげれば大丈夫です。はい、そしたらこっちのオレンジの糸に持ち替えたいと思います。はい、じゃあオレンジの糸に持ち替えてきました。そしたら次斜め方向を刺していくんですけど、斜めってバイアスがかかってしまって伸びやすくなっているので、真ん中のあたりから刺し始めて、で真ん中より半分が終わったらまた残りの半分を刺していくっていう形でやっていきたいと思います。なのでここのラインから始めようかなと思います。そしたらまた3目かぶせ縫いをしてあげるので、1、2、3目、ここにちょっと印をつけておいてあげて、ここね、ここの穴の開いてる部分から少し先の部分から針を入れて、おっと、表出てきちゃった。表に出ないように布と布の間を通って、で出したいところからよいしょ、表に出してきてあげます。こんな感じね。後ろも前にもこの渡ってる部分は見えないように布と布の間を通って出したいところから出してくる。糸はこれくらい少し残しておいて、で3目まずは進んでいってあげます。こんな感じ。そしたら3目目裏まで落としてあげて、そしたらまたすぐ隣から針を出して、今刺してきたところをかぶせるように、よいしょ、こんな感じで刺してあげます。そしたらあとは今までと同じようにひたすら波縫いをしてあげるんですけど、さっきも言った通り斜め方向ってかなり生地が伸びやすいので、糸こきするときは優しく優しく、さっきここの縦横でやった時よりもちょっと丁寧に扱ってあげるようにしてください。こんな感じ。そしたらこれもさっきと同じように全部刺していきたいと思います。でこの時も隣に移る時は布と布の間を通って隣の列を刺すようにしてください。はい、じゃあこんな感じで斜めのところも全部刺せました。そしたら次反対斜めに移っていくので、縦と横を移った時と同じようにまた布と布の間を通ってあげて、ここの一番近いところの斜めのところに渡ってあげます。でこの時に一番近いところでいい理由としては、ここ端っこの一番近いところがちょうどね真ん中あたりになるので、結構ねちょうどいいし、近いところでね渡った方が楽なので、こういった形で渡ってしまっていいと思います。じゃあ最後
この反対側の斜めのところも刺したら、今回の変わり米刺し完成になりますので、残りもうちょっと頑張っていきまーしょいじゃん、セリアさんの変わり米刺し完成しましたなんかちょっと声がガサガサだなちょっとね、ここの部分は寝起きで撮っておりますはい、で今回は一目刺しの中でも特に縦と横、あと斜めっていうパターンだったので、結構ね、難易度的にはそんなにクロスするようなところもここの縦横ぐらいだし、そこまで大変じゃなかったかなとは思うんですけど、このさ、配色がすごい可愛いと思いませんか？この同じくセリアさんの段染めの黄色と、こっち逆だオレンジ、この組み合わせが我ながらすごく可愛いなと思っていて、すごいね、いい感じに明るい配色になったんじゃないかなと思っております。そしてほとんど切ったんだけど、あと最後だけ、この裏の糸継ぎをした時にこうやって出したまんまにしてある糸は、必ず水通しをして乾かした後に、最後この糸の部分を少し引っ張りながら根元でハサミで切ってあげる。ここも少し引っ張りながら根元で切る。こんな感じで全部切ってあげれば、よいしょ、裏の部分も綺麗に処理されます。うん、裏の柄もなかなか可愛いんじゃないでしょうか。表はこんな感じで、ここの十字の部分を起点にと言えばいいのかな、で斜め線が入ってるようなチェック柄っぽいデザインなんですけど、こっちはこのバッテンになっているのを中心に、縦横のなんかギンガムチェックみたいなチェック模様になってるので、裏と表で2種類のチェックみたいな柄が楽しめるデザイン柄となっております。はい、そんな感じで今回も最後まで見てくださってありがとうございました。これまでのこういうセリアさんのミニ花布巾やホビーラホビーレさんの刺し子は概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。そしてサリーのチャンネルでは視聴者さんと一緒に手芸戦隊サリンジャーを結成しています。サリンジャーの皆さんと一緒におしゃべりをしたり、アドバイスを受けたりしながら、みんなで手芸を楽しんでいます。あなたもチャンネル登録をしてサリンジャーの一員になりませんか？サリンジャーのみんなはあなたの入隊を待ってまーす。そしてサリンジャーの皆さん、いつもいいね、評価やコメントなどなど本当にありがとうございます。それではまた次回の刺し子の動画でお会いしましょう。サリーでした。バイバーイ。また見てねー。See you!